はい、皆さんこんにちは、乃木坂新チャンネルでございます。ですね、今回はですね、ちょっと前々からなんかいろいろご要望があったものをちょっと取らさせていただこうかなと。今日はお米の炊き方と、あとご飯の炊き方ですね。まあご飯の炊き方って言ってもですね、うちは土鍋で炊くんですけど、土鍋くんが炊いてくれるんで、僕はちょっと手助けするだけなんですけど、でもお米の炊き方ですね、やっぱりなんかうちに来たお客さんとも話した時に、なんかいろいろやっぱりそのご家庭で研ぎ方があるなっていうのはあって、で僕は僕でもね26年やってまして、それこそ一番最初に覚えた仕事がもうお米の研ぎ方なのかなっていうぐらいなので、もうその前に一番最初に教えてもらった研ぎ方でもずっとやってます。はい、でそんなになんかね、皆さんが思ってるほど難しくないというか、もっとなんかこう簡単に考えていいんじゃないのかなと思って、改めてなんか動画で撮った方がいいかなと思って、ちょっと永井さんと相談して、今日はお米の炊き方から始めてご飯を炊くところまで、はい、一連で、お伝えしようと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではまずお米の炊き方からスタートします。はい、はい、じゃあお米研いでいきます。でお米炊くときにまず何を気をつけなくちゃいけないかっていうとですね、今の精米技術ってやっぱりすごい発達してて、やっぱり精米の時点でだいたいぬかってちゃんと落としてるんで、なんかそこまでこうなんすかね、皆さんがイメージしてるようにこうガシガシ研がなくてもいいと思います。まず気をつけなくちゃいけないのが、そのお米を割らない。はい、お米割ると水分もちゃんと浸水できませんし、炊いた時にベチャっていう、あれって水が多いとかじゃなくて米が割れてるんですね。だからベチャっと炊き上がりになるので、そこまず気をつけてください。それと一番最初のお水はやっぱり乾燥してるじゃないですか、すごい吸うんで、でなんか一発目のお水ってあんま吸わしたくないんですね。だからで必ず直接米に当てない、割れちゃうんで、ちょっとこう手を添いながら、で最初全体に水分をこうまとわすと、そしたらもうすぐに捨ててください、一発目を。ね、これだけでもこんだけ種類水出ますよね。まず一発目はこれ捨ててください。でここでもう一回入れます。でちょっと混ぜて、でも捨てると。今2回入れて捨てましたよね。でこっからがスタートです。でこれがだいたい今3合入ってます。だいたいね、ご家庭だともう2合とかそれぐらいだと思うので、これぐらいだとこう、まあ僕の手が大きいんでねあれなんですけど、こういう風に混ぜる、こういう作業でいいと思います。要は手の力でお米を研ぐんではなくて、米と米をすり合わす、で米を表面を研ぐっていうイメージですね。はい、ザルは使わないです。あ、ザルは僕は使わないですね。僕はもうこの状態で、で入れて、でちょっと混ぜて、で捨てると。はい、でこの時に別にこう、なんだろう、水分もしっかり全部のなくさなくても、ちょっとあった方が潤滑油になるので、研ぐ時に少し水分残っている方がいいです。無理に全部なんかそのね、白濁してる水を捨てようと思わなくていいと思います。もう本当に優しく研いであげてください。本当に。だから米と米をすり合わすだけの力で混ぜてるっていうイメージですね。はい、で、僕今こういう風にボウルに水溜めてますけど、直接この水道の勢いで入れちゃうと、やっぱりどうしても米が割れやすいので、なので、直接ではなくてボウルからまず間接的に水を入れてる。大体そうですね、僕のまあそのお米の状態にもよりますけども、3回ぐらい研いで水を変えて、研いで水を変えてってすれば僕はいいのかなと思います。
そんなに焼きになって透明になるまでって考えなくても僕はいいと思います。それでもこれ中が見えるぐらい透明になって、もう僕はもうこれで十分だと思います。でこの時によいしょよいしょ、ざるにお米をあげていきます。でちょっとこう揺すってあげると、やっぱりねどうしてもちょっと割れてるお米とかもあるので、それがざるから網目から落ちるので、よいしょ、でこれは捨てて、でもう一回はい、でこれでそのままざるごとつけて、これで浸水します。でできれば10分から15分は浸水してください。でこれがちょうど今うちのお米新米なので、はい、なのでまあ多分10分ぐらいの浸水でいいのかなと思います。はい、必ず浸水してあげないとやっぱり綺麗にふっくらお米は炊けないので、はい、時間がなくてももう少なくても少しでも5分でも10分でもいいので、必ず浸水はしてあげてください。はい、ですね、お米先ほど研いだお米ですね、でこれでだいたい15分浸水してます。でできたらですね、しっかり水、ここの水分は切ってください。そうしないとここで水分残ってると今度は水加減でちょっと調整が難しくなるので、はい、ここの水分はしっかり切って、はい、でよいしょ、これが、だいたい3合炊きの釜になります。はい、で皆さん水加減どうしようとかっていつも思ってると思うんですけど、僕だとだいたい1対1か1対 1.1 ぐらい、水の方がちょっと多いぐらいでいいかなと思ってます。あとはでもそのご家庭の炊飯器ありますよね、あれは多分メモリでまず1回炊いてもらって、はい、それが多分基準になりますんで、であとは、ご自身のそのお好み、固めがいいとかもうちょっと柔らかめがいいかなとかで調節していただかないと多分ダメなのかなと。やっぱりどうしてもこれはもう本当に直火で釜で炊くので、要はある程度の水分の保温力はあるんですけど、炊飯器とかはやっぱりその時間しっかりかけてあれ炊いてますよね。多分炊き上がりに多分まあ1時間と言わなくてもね、30分以上かかると思うんですよ。これはもう本当に沸いたらあと10分で炊けるぐらいのあれなので、だからやっぱ水分の飛ばし具合とかが全然違うので、そこはご家庭のそれぞれで調節していただければなと思いますんで、はい、なのでいつも僕らは大体この金貝が大体目安なんですねなので例えばこの金貝で3倍、に対してお水も3倍ですね。で今は特に新米なので1対1って多分十分いいと思います。で水を入れたらちゃんと平らにして、はい、これはもう炊飯器で炊く時も一緒です。で蓋をして火をつけます。よいしょ、よいしょ、はい、で最初は強火です。はい、多分ご家庭の火加減だったら強火でいけると思います。例えばこの携帯コンロのこの真ん中の火口だけだとこれでも全開
で強火でいいと思います。で沸くまでこの状態で、で沸いたら弱火にして、そうですね、大体目安で10分で、状態を見て、あの水分がなくなってちょうどいいかなと思ったら切って、蒸らしで10分。大体僕のイメージだとできれば沸くまでに10分以内に沸くのがいいですね、はい、これなんでかって言ったら10分を超えちゃうとあんまり良くないです。その美味しさがちょっと出すぎるというか、あの米がだれちゃうんですね、10分以上あの沸かしちゃうと。で逆に10分以内ちょっと早く沸きすぎると、今度はそのなんて言ったんですかね、お米のうまみ成分が出る前にもう炊き始めちゃうと言いますか、はい、なのでそのちゃんとうまみ成分が出るのに約10分ぐらいはかかるんです。なので僕はイメージとして、まあ、大体10分ぐらいかけて沸かす、で10分弱火で炊く、で火を切って10分蒸らす、はい、なのでまあ大体30分ですね、はい、あとは早く炊く方法とかはいろいろあるんですよ。それこそ最初のこのお水をお湯から炊けばそれだけ沸きが早いんで、はい、なので炊けるのも早いですし、あと沸いてから、あの料理屋さんでもやられる方多いと思うんですけど、あの沸いてるところでまだ水分あるところで蓋開けて混ぜちゃうんですね、あのしゃもじで。これ何で混ぜるかって言ったら、要は米がこう重なってるところに水分入れて炊いてるじゃないですか。で沸くとこう対流してお米が吸うんですけど、それをもう沸いた時に混ぜちゃうと、もう強制的にこう一粒一粒の周りに水分をまとわして吸わすんですね。だからその分吸うのが早いんで炊き上がりも早いんです。まあ僕はそうですね、あんまりそれもいいとは思うんですけど、なんだろう、極力あんまりこう火をかけてからあんまり触りたくないというか、やっぱりこう米にストレスをあんまりかけたくないので、やっぱり僕はあんまりそういうことはしないです、はい、なのでもう炊き上がってお客様に出すまではお米は一切触らないです、はい、これ沸いてきましたんで、ちょっとあの火を弱めてます。でこの穴から湯気出てますよね、これまだすごいこうなんていうんですかね、機関車みたいな煙がポッポポポポポ出てるじゃないですか。こうちょっとこうリズムを取りながら、これだとまだちょっと水分多いかなって。でこれをこの煙がこう一本筋のようにスーッてこう出るような湯気、そうですね、僕なんて言いましたこの湯気がスーッてこう、あだいぶなんかつながって出てますよね。これが出るぐらいの火加減がちょうどいいんですよ。これが強すぎるともっとこうなんですか、勢いよく煙が出るので、これだとそれだと火が強いですね。でこれだとこう湯気がスーッてこうゆっくり出てるような感じで、一本筋のようにこれぐらいの、湯気に出方になるように火を調節してくれたらちょうどいいと思います。ぜひね、土鍋で炊いてほしいんですよね、絶対もう味が違うので。これ多分これで火が強いと、もうこの辺からも全部湯気が出ちゃうんですよ、火が強すぎると。それだと火が強すぎます、まあ、あのなんすかね、米が炊ける前に水分が蒸発しちゃうんで、でここの穴からだけで湯気が出るぐらいの火加減にするっていう目安ですね。これで10分ぐらいでいけると思います。まああとはその目安なので、あとはそのなんか釜の大きさに対しての米の量だったによってやっぱりちょっとその時間は多少は違うと思うので、10分って言われたから10分っていうではやめてくださいねちゃんとご飯の状態見ながら、はい、炊いてください、はい、でこの湯気がちょっと落ち着いてくるじゃないですか。湯気が落ち着いてきたらちょっとね、匂いを嗅いでやるんですよ。でそれでやっぱり水分が多い時はやっぱりその湯気の香りも水っぽいというか、でこれが水分がだいぶなくなってきて、そのお米の香りっていうのが立ってくると、あ中の水分ちょっと減ってきてるなって、でそれでちょっと様子見ながら、あの火を切るタイミングを、測ってもらえたらなと思います、はい、
ここでじゃあちょっと止めちゃいますね。はい、じゃあ今ちょうどいいと思いますんで、これで一回止めて、でこれで10分そのまま蒸らします。はい、ではご飯蒸らしも終わりましたんで、よいしょ、さあどうなってるでしょうか。よいしょ、あつやつやいいですね、美味しそうですね。なんかね、この炊きたてのご飯を見てね、こうワクワクするのはもう日本人だけじゃないですか、はい、じゃあ美味しく炊けたので、早速私が始めます。かき回さないです、僕は。かき回すとあの粘っちゃうんで、あんまり、ね、混ぜないです。はい、はい、じゃあいただきます。美味しいです結構ね、その固め柔らかめって皆さんそれぞれ好みがあると思いますけど、なんか僕は今の新米の時期はちょっとこうね、もともと水分多いじゃないですか。だから無理に固く炊くんじゃなくて、まあちょっとこうなんだろう、いつもより柔らかめでも水分があった方がやっぱりより甘みを感じるかなと僕思うので、なのでそこはあんまり気にせずに、はい、なので今日の炊き具合だとちょっと柔らかいなっていう方もいるかもしれないですけど、僕は多分これぐらいがちょうど、そうですね、あのお米の甘みっていうのをすごい感じてもらえると思うんで、はい、まあ一連で今日はちょっと米の溶き方から、お伝えしましたけど、やっぱりまず気をつけなくちゃいけないのっていうのは、やっぱりお米を割らないっていう、研ぐ時に割ると結局はその炊き上がりがどうしてもべちゃってなるので、はい、まずそこを気をつけていただく。それとやっぱりしっかり水分を吸わして、あの浸水させてから炊くっていう、やっぱりお米と水分はすごいこうなんですかね、バランスがすごい大切なので、やっぱり水分があることによってふっくら炊き上がって甘みも増すっていうのが、あのお米の特徴だと思いますので、はい、そこを気をつけて、はい、もうお米はね、ぜひ毎日食べてください。はい、よろしくお願いします。はい、では本日もありがとうございました。